しがらき山地に囲まれた、高原上のしがらき谷とその周囲との交通路として、利用されていた道のことである。742年1月、しがらき偶像へのため、現在の京都府木津川鹿も町から、相柄郡わずか町を経て、浅見や、しがらきに入るわずか川沿いの、国京都北道が開かれた。中世以降、石関領しがらき層ができ、領主のこの池により、 通行人を管理して、赤線を徴収する、浅見屋関が設けられた。また、しがらき焼きが創業され、周囲へと、しがらき焼きを流通する経路として、しがらき町は見屋から湯船を経てわずか谷を下る経路や、しがらき町小川から郎を経て、喉の,の声で、京都府相良郡南山白村大河原への経路が、使われていた。年、本能寺の変の 徳川家康が伊賀社、甲賀社に護衛されながら、しがらき道を通り、三河国へ帰った。その際、藤田原から、裏城峠を越えて、浅宮に入り、乙木峠を経て、伊賀国に入って、三河国へ帰っている。また、江戸時代に甲賀谷との交流が頻繁になり、東海道の水口塾としがらきの間を結ぶ道が整備された。近世のしがらき道として、 以下の五つが挙げられる。南山城村鴨もわ谷町町宮、しがら町長野伊賀上の乙木峠しがら町、たらおしが町町宮瀬田大津市京都市伊賀市、丸柱桜峠しがら町新山しがら町、長野東海道の水口塾、蕎麦街道の港町三本柳小野峠、しがらき谷しがら町長野しがら町僕大津市、田上エビー木村、ピアニッシモ、 196ABC 木村、ピアニッシモ、197、しがらき街道、家康伊賀ごの道、宇治田原町、2019年8月27日閲覧、ありがとうございます。